ますのは札幌の時計台の鐘です。この鐘は今年100年目を迎えました。まあ、この鐘に比べますと53年前に生まれた放送の歴史はまだまだ浅いかもしれませんが、その短い間に様々なことが起こりました。そして今もまた一つの出来事を迎えようとしております。ラジオの周波数が変わります。今朝の放送開始からまあ変わってはおりますけれども、正式にはユニバーサルタイム世界時の11月23日午前0時1分を期して変更を決められています。その時間が日本時間の午前9時1分です。今10秒前です。5秒前です。4、3、2、1、今変わりました。放送の歴史はこの瞬間また新たな1ページを加えました。皆さんが拍手をしてくれました。全国の茶の間の皆さんでラジオを聴いている方々もおそらく拍手を送ってくださったのではないかと思います。本当に感謝いたします。ねえ、新しい周波数いかがでしょうかね。いかがですか。よかった。だからといって別に声とか音が変わったというわけではないわけですか。そういうことです。なんだかよく聞いてらっしゃる。さてお待ちかね、初公開ハワイラジオ局設定衛星生中継がこれから始まります。ハワイの日本語ラジオ局ケーズー局との共同制作でお送りいたします。さてどんな放送が流れてきますでしょうか。どうぞお楽しみに。時刻は0時半になります。 NSB こちらは日本短波放送です。Good morning. Welcome to KZOO. KZOO broadcasts from 5:30 a.m. to 11 p.m. daily under the assigned frequency of 1210 kHz, 1210 on your radio dial in Honolulu, Hawaii. Owned and operated by the Polynesian Broadcasting Incorporated, KZOO operates with the power of 1,000 watts as authorized by the Federal Communications Commission. Our offices and studios are located at 250 Ward Avenue,with transmitters at 331 Kamani Street. Portions of our programming have been recorded and transcribed. From the capital of Japan, NSB presents Tokyo Forum. Get together.Good morning, everybody. How are you today? This is Radio Trombone, as we say in Tokyo Otobon. And we are going to be faking for Radio Kazoo. Kazoo? Keizu. Keizu, all the way in Hawaii. This program is brought to you from Akasaka, Tokyo. None of the program has been transcribed or translated. And we have no transmitters anywhere. この番組は Japan Air... Radio Trombone!NSB この放送はハワイのケーズー局から衛星生中継でラジオ短波日本短波放送がお送りしております。 Broken on everybody's dial. This is KZOO KZOO in Honolulu, the cherry blossom station. 野球カハウスといえば大阪というくらいしっかりローカルの皆様におなじみになりました。焼肉ハウス大阪、肉はもちろん自慢のソースは21種類の材料からできています。豪華な雰囲気の中で一口食べるとパーッと広がる美味しさ。メニューも豊富にあらゆる日本料理をお楽しみいただけます。また静かなバーもご利用ください。焼肉ハウス大阪は毎日営業。ランチは11時から2時まで、ディナーは5時から10時までオープンしております。テイクアウト、そしてご予約のお電話は524-1141 です。ケア木街とヤングの角、焼肉ハウス大阪にどうぞお越しください。お待たせしました。あ
すいませんけど、はい、船便でクリスマスカード出すのいくらですかしら。船便でいくらかな、はい、クリスマスカードですね。これは封をしたものですか。あ、封したのと、それから封しないものをお願いします。封がオープンしたのとね。はい、わかりました。さようなら。はい、どうも。さあ、お尋ねがいろいろ入っておりますが、スバスの作り方、分量ですね。お酢と砂糖とお塩の分量、それから4分間ぐらい煮た方がいいでしょうかというお尋ね。そして船便でクリスマスカードを送ります場合ですね、封をしたの、開封した、封を開けたもの、いくらぐらいですかというお尋ねです。もしもし。もし、はい、すいません、今ハサミのと、はい、よろしいですか。はい、9463724、はい、わかりました。よろしいですか。竹本さんでしたね。竹本さん、はい、どうもありがとうございました。はい、どうも。